右肩下がるの気をつけてね、うん、こう下がるのだけ、うんうん、アドレスってインパクトの再現なの、アドレスの形がインパクトの形なの、だからアドレスの形イコールクッとこういうインパクト、うんうん、これがこうなってたら、アウトコース6番ホール513ヤードパー5です、はい、こちらのホールの特徴を教えてください、はい、ミニドッグレッグで、はい、フック系で打つ人はちょっと右のね、はい、木が邪魔になりますね、邪魔で気になるけど、うん、まあできればフェード系の球で攻めたいけどね、はい、そうですね、これ左に行きすぎると危険ですか？いや、どっちみちロングだから、はい、距離出さなくても3打目勝負で、うん、うん、セカンドレイアップして3打目勝負、はい、うん、2オンはちょっと難しいからね、欲張らずに、はい、ではこのホールで王様が決まると言っても過言ではないですね、はい、ではランさんティーショットお願いします、はい、お願いします、さあ難しいの、うん、どうかな、まあまあ、うんうん、超怖いです、行くなよ、止まりましたかね、ライトさん、はい、お願いします、はい、おー、ナイショー、ナイショー、まっすぐ行きましたね、完璧、ありがとうございます、はい、ナイスです、あ、抜けちゃうぐらい飛びましたね、ナイスです、ありがとうございます、じゃあ青山プロ、これで青山さん火つきました、木の上、はい、からフック、まっすぐか、まっすぐ、フックなんかしないよ、まっすぐ、まっすぐ行きましたね、抜けたぐらい飛んでますよ、ナイスです、ナイショ、なんだよ、伊藤さんの2打目です、うん、ナイショ、はい、ナイスです、ナイスです、真ん中でいいよね、はい、これ以上打てるってないですよ私の幼稚園ってダメですよ、いや、あれよりいい球を打てばいいです簡単に言いますね、右肩下がるの気をつけてね、うん、こう下がるのだけ、うん、うん、だからこれ以上打てないです、残念、打つ前に余計なこと言っちゃったプレッシャーが緊張した、ランさん特徴、はい、アドレスってインパクトの再現なの、アドレスの形がインパクトの形なの、だからアドレスの形イコールクッとこういうインパクト、うんうん、これがこうなってたら、うん、アドレスもこうやって構えてるの、うん、ね、うん、こうやって構えた時に左がしっかり締まってる、ここが、うん、でダウンスイングしても、うん、キュッとこの形、うん、これがこうなってると多いの、うん、でタイミングが合ってればパーンって当たるんだけど、うん、非常にああいうミスも出やすくなる、うんうん、アドレスイコールインパクト、アドレスの形がインパクトの形、はい、ね、それを覚えて、だからこうやって構えたら僕らはインパクトはここでグーッダーンっていう、ね、これがギューッとなったフェースも開いちゃう、うん、ね、その辺今後ね気をつけてくればどんどん良くなる、はい、分かりました、もともとクラブ振れる人だから、うん、その辺だけ気をつけてくれればな、はい、はい、じゃあ青山さん残りが270ぐらい、これはレイアップよ、青山プロの2打目です、ナイスショー、ナイスショー、まっすぐいい球ですね、すごい飛んでますね、飛ぶね、そんな振ってないでしょ、うん、いいなぁ、ああいうふうに打ってたらどうしていいなぁって伊藤さんの3打目です、
ちょっと揺れちゃった。ちょっと右か。あ、バンカーいた。バンカー。うん、バンカー。ちょっと右バンカー。続いてランさんの3打目です。ランさん5番、6番。6番。6番。6番も。トップしてた。結果、結果乗ったかな。結果いいんじゃない。結果行っちゃったかな。どうだろう。止まってれば。止まってれば。ないですよ。日頃の行いがいいから。はい。八百山プロも飛んでますね。残り60ちょっとぐらいですかね。うん、3打目です。いい感じ、いい感じでしょう。ナイス。あれでかい。バーディーパット。ナイス。もうわあ、そんなに切れていく。うわ、もっと上でいいんだ。もっと上だ。切れましたね。バーディーパットです。ナイス。あ、うわー、惜しい。ナイストライ。惜しいな。ナイストライです。ちょっとでしたね。惜しかった。一応マークだな。はい。さあ、ジャランさん、バーディーパット。もうこれいいんじゃん。これはいいぞ。惜しい。ただ、二人とも同じ。ランさんのパーパットです。うん、引っ掛けた。うん。じゃあ先にタップしちゃって。はい。先にね。ナイスボギーです。さあ責任じゃ、もっと前だよ、もっと前。もっと前。控えめ。ほぼまっすぐ。そうね。ほぼまっすぐ。ちょっとプレッシャーかかりますよ、これね。はい、ね。これは責任重大だ。伊藤さんのパーパットです。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。素晴らしい。プレッシャーを跳ねのけました。俺がプレッシャーになったんだ。ナイスパー。大山プロのパーパット。ナイスパー。です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。